留学、はい、すみません、息子は中学に留学している。さん、ここは中学校の生徒が通る道です。4、これは娘が作ったケーキです。はい。あの留学生ですか。正しい発音を選んでください。留学生。2番。留学生。3番、自由に。自由に。